はい、どうもこちら、渡辺です。今日はですね、はい、じゃじゃんとこちら、まあ、ギャラクシー Z フォールド、6になるんですけども、こちらをですね、購入してから、もうメイン端末としてですね、使っております。もうですね、購入してから約2週間経過ということで、今回ですね、こちらギャラクシー Z フォールド6を約2週間使ってみての感想ということでお伝えしていこうと思います。ギャラクシー Z フォールドは、この2からですね、全部購入してですね、使ってきたんですけども、まあ、その感覚からも今年はどうなのかっていうところも含めてですね、2週間使っての感想ですね、お伝えしていこうと思います。それでは行きましょう。はい、ということで今回はギャラクシー Z フォールド6ですね。まあ今回は一番この大きくね変わったところとしては、やっぱりねデザイン感がですね大きいんですよ。より薄くなって、よりこの角張ったデザインになったんですね。なので Z フォールド5はですね、結構角のところが丸みを帯びていたりとか、このディスプレイのところもですね、ちょっと丸みを帯びた感じがあったんですけども、今回はですね、全体的にこの角張ったデザインになったので、まあすごくスタイリッシュになったなっていうふうに思います。S24 ウルトラシリーズとか、まあその辺が本当に折りたたみ用になったなっていう感じのデザインです。で、このカバー画面ですね、こちらに関しては、普通のスマホと比べるとですね、まだね、縦長なんですよね。まあ、縦長ではあるものの、まあ、使いにくいなって思うことはないギリギリのねラインかなっていうふうに思ってます。ちょっとテキスト入力してみますね。はい、こんな感じでね、まあ、入力ができますよっていう感じですね。なので、まあ、片手のフリック入力も、まあ、普通に可能です。ただ、人によっては、カバー画面で使うときの、このキーボードのサイズがですね、普通のスマホよりはちょっとですね、細くなってますので、最初慣れるまでは、ちょっとね、誤タッチがね、発生したりとかっていうのはあるのかなっていうふうにも思います。はい、そしてですね、やっぱり、折りたたみなので、これですよね。開くことができる。まあ、この状態で使えるっていうところが最大の魅力ですよね。大画面で使えるっていうところ。はい。一応こんな感じですね。で、まあ、この時の外観とか見た目もですね、やっぱりデザインがすごく良くなってですね、タブレットみたいなね、外観になってますよね。で、みんなが気になるこの折り目に関しては、角度によってはね、もちろんあるんですけども、今までのシリーズの中では、この折り目がですね、一番目立たなくなっています。まあ、特に自分が普通に使うこの正面から見た時には、折り目はですね、まあ、ほぼ見えないんですよね。ちょっと斜めから覗き込むように使ったりすると、折り目がね、あることはわかるかなっていう感じ。まあ、実際ここに関しては、まあ、使ってる人はですね、まあ、ほぼみんな口を揃えて言ってると思うんですけど、折り目はですね、まあ、使ってれば気にならないという感じなんですよ。実際自分も使ってる間に折り目気になるなって思うことは まずないので、まあ、この折り目に関してもですね、年々ね、良くなってきてるなっていうところもあります。で、この大画面でじゃあ何するのっていうことで、まず一つはですね、純粋に動画を見る、漫画を読む、雑誌を読むですね。もうタブレットライクに、まあ、コンテンツの消費に使いましょうっていうところです。はい。動画なんかもですね、このようなサイズ感で見ることができます。まあ、ちょっとね、黒帯上下に入るんですけど、まあ一般的な形のスマホのですね、まあ大きいものよりも、やっぱりね、さらにもちろん大きく、まあ動画の画面を出せますので、まあ、動画を大画面で見るとか、もちろんですね、雑誌とか漫画をね、読むっていう時も非常に使いやすいです。漫画に関しては、ちょっとね、モザイクをかけますが、一応こんな感じで、1ページで表示してもいいし、まあ、横にしてあげてですね、見開きでこうね、読むこともできますので、自分はですね、移動中にこの見開きでね、漫画をさーっと読むことが結構多いです。一回この折りたたみでね、漫画を読むっていうことに慣れてしまうと、まあ、普通の形状のスマホで漫画を読むのがちょっとね、辛くなってしまうぐらい、漫画読むのにはめちゃくちゃ適してると思います。はい。で、あとね、コンテンツ消費でね、よく使ってるところとしては、YouTube でちょっと動画を流しますよと。で、開きます。はい、そうすると、この状態です。要はですね、半分の折ってる側の下の方にですね、これコントロールバーが出てくるんですね。で、画面がこの上の方に出てきます。まあ、これでこのテーブルとかに置いて動画を見るときに、このスタンドとかがなくてもですね、まあ、自分の見やすい角度にね、動画を表示できます。でしかもこのコントロールするところで、この速度ですね、まあ、この辺を変更してちょっと倍速で再生したりとか、動画のこのバーをですね、こうぐーっとですね、移動することもできて、まあ、この辺の使用感がまあすごく使いやすいんですよ。なので自分はですね、ちょっと作業中とかに、まあ、動画をですね、この状態でデスクに置いてですね、まあ、ちょっと別の作業をしながら、ラジオ的に動画を流したりとかっていう使い方もよくしてます。
これ結構使いやすいです。まあ、その他最近の Galaxy はこの AI がですね結構押されてるんですけど、 AI はですねやっぱり便利です。まあ、特に代表的なところで言うと、自分が一番よく使ってるのはあのボイスレコーダーですね。はい、今 Galaxy Z Fold 6のボイスレコーダーを使っております。普段からこのような形で、会議とかをするときにこのボイスレコーダーを使ってあげると、その音声をですね、全て収録して、で後からその音声を文字起こしして、ね、さらにですね要約することもできます。なので、本当1時間とかを超える、長時間の会議とかでも、その内容をね後からざっくりテキストで振り返ることもできるっていうところで、非常にこれ重宝している機能です。ボイスレコーダーですね、便利だと思います。はい、30秒ちょいでですね、ちょっと音声収録してみまして、で、はい、文字起こしね、はい、していきますと、こんな感じで今、テキストに変換されました。要約することはできるかな。あ、できた。30秒以上使っていればね、要約はできそうですね。まあ、こんな感じで今喋った内容を、はい、要約したりね、文字起こし、したりすることができます。まあ、これ長くなってもちゃんと使えます。ただこの精度に関してはたまにね、誤字があったりとか、そんなこと会議の中で言ってなくねみたいな文字がね出てきたりすることは多少あるんですけども、ただ実際ですねこの会議でやってるのは自分なので、ちょっと振り返ればですね、あ、これはこのこと言ってんのかなみたいなすぐ気づけますので、AI なんで、多少ですねミスとかはあるんですけども、十分ね許容できる範囲かなっていうふうには思います。その他ですね、メールの返信とかでもよく使ってまして、今回ですね、ちょっと一旦 Notion でやりますが、どのアプリを使ってる時もこのテキストでですね、この AI のマーク出てきて、で、文章の生成ができるんですね。で、文章の生成で丁寧かカジュアルか、で、文章の内容をここにね書いていきます。はい、すごい適当、最近の AI すごいよねって書いたんですけど、これをですねちょっと長めの文章に生成してもらうとか。はい、おお、すごいね。なんかね本当に口語調で出てきたりとか、今はですねカジュアルにですね出てきたんですけども、これをですね本当にこのプロフェッショナルな文章のようにですね変更したりとか、そういうことができます。AI による文章生成でこのメール返信とかをですね効率よく行うことができるっていう感じですね。これもね非常に使える機能です。はい、であとはですね囲って検索ですね。これは写真なんですけど、はい、下を長押ししてバーっとですね気になるものがあったら囲うと、どのアプリを使っていても横断的に、囲って検索することができて、で Amazon とか、他のね、サイトも含めてその商品とかですねものがあったら、ページに飛ぶことができるっていう機能ですね。SNS とかでちょっと気になる商品があるとか、有名な人が着てる服がちょっと気になるとか、そういったものがあった時にこの囲って検索することで、すぐにそのものが何なのかっていうのを調べたりとかっていうこともできます。であとね、自分がよく使ってるのがですね、囲って検索で、ゲームの攻略とかで使うっていうのもよくやってます。テレビ画面でよくゲームするんですけど、そのゲーム画面とかでこのカメラを起動して、この状態で、はい、囲って検索で、その画面をねこう囲うんですね。今なんもないですけど、そうすることで今その直面しているゲームの状態の、スクショとかが貼ってあるこのゲームのページに飛んで、すぐねその攻略情報を見たりとかっていうこともできますんで、ゲームの攻略とか探すときに一個一個検索してたどり着くのはちょっと面倒だったりするんですけど、そういったね使い方もあるのかなと思います。はい、であとですねカメラに関しては、やっぱりね自撮りはすごくしやすいっていうのはね、折りたたみの魅力です。カメラこう立ち上げて、はい、自分撮りとタップしていきますですね。で開きます。はい、そうするとこっち側にですね、はい、こんな感じでカメラの映像映りますんで、自分のこの映ってる画面を確認しながら、はい、自撮りすることができる。もちろんですね搭載されてるカメラで一番いいのはこっちのメインカメラの広角になるので、そのカメラを使って、このようにね、自撮りすることができますというところです。これによって、複数人で集合写真とかを撮ったりとか、自撮りをするっていう時も非常に使いやすくなると、この辺はねよく使える機能です。はい、基本的に今ね、語っているのはほとんど6でなくても5でも共通している部分も正直多いです。で、あとはですねバッテリー持ちに関してはですね、約2週間使ってますが、前回よりちょっといい気がします。一応ですねデータが残ってるんでちょっと見てみますか。はい、バッテリー持ちのデータですね見ているんですが、今日はまだね始まったばっかりなんで、昨日とか、1日使って、最終的なバッテリーの残量もですね 70% ぐらいあるんですよ。その前の日も
これも 70% 近いですね。60% 後半ぐらいかなっていうところ。50% 切るぐらいまで減ったことが、まあ、ここ数日ずっとね、こう使っててないんですよね。うん。まあ、そこまで酷使してないからっていうのもね、またあると思うんですけど、まあ、日常使いでそんなにね、劇的にバッテリーが減ってしまうなっていうのが多くないです。まあ、一番使った日でも、使用量 38% とかなので、まあ、極端にバッテリーがねぐーっと減るみたいな、そういった暴走みたいなところはないのかなっていうふうには思います。今のところ、この体感はですね Z Fold 5より若干ね良くなっていると思います。バッテリーの容量はおそらく変わってないんですけど、まあ、省電力性が少しね向上してるのかなっていうふうに思います。はい、でですねここからあの2週間使ってる間に、まあ、気になったところがですねあるんですよね。それがですねちょっと一番致命的なところからいきます。 YouTube のアプリです。バグってるんですよこれが。今再現できるかな、ちょっとやってみますね。このバグがですね再現できるかどうかの問題もあるんですよね。今んとこ動いてるね。あのそもそもこう動かなくなるみたいなことがねちょいちょいあるんですよ。動画を撮り始めるとね調子よくなっちゃうんですよね。実際どうなるかっていうと、まあ、完全にこの状態でフリーズしたような状態になってタッチにも全く反応しないみたいな状態になることが、結構あります。正直今のところかなり高頻度でそれが起きているので、ちょっとねそこがまあすごい気になってます。チューニングどうなってるんだいっていう風に感じるところですね。もしねその状況になったらちょっと追加で撮影しようと思います。 YouTube のアプリで、まあ、フリーズ状態になりやすいで、フリーズしたら YouTube のアプリをこう閉じてもう一回起動すると一応使えたりしますので、なんとかなりはするんですけど、まあ、やっぱりね頻繁に使っててアプリがフリーズするのはね結構ストレスになります。まあこれアップデートで早く改善してほしいなっていうところ、もしくはどうすかね、なってる人いますか。あの自分だけの問題かっていうところもあるので、まあ、Galaxy Z Fold 6使ってて YouTube のアプリ固まるっていう人いたらぜひねコメントください。自分はめっちゃそれで困ってます。はい、フリーズ来ました。完全に、まあ、この状態です。もう何にも反応しない。でこの状態で開くともうおかしいんですよねこれ完全に。はい、まあ、こういう状態になります。タッチにも反応しないですね。なのでこうなるともう一旦終了して立ち上げる、まあ、こうするとまたね再開するっていう感じです。はい、であとはカメラですね。カメラが全く進化してないんですよね。今回は Z Fold 5と共通で、 Z Fold 5のカメラも Z Fold 4とほぼ変わってなくて、もう数年ずっと変わってないみたいな状態なんですよ Z Fold のカメラで。さすがにそれってどうなのっていう風に思い始めますよね。折りたたみだからカメラは妥協していいのかっていうところにもなってくるので、まあ、やっぱりね少なくとも最新世代のカメラ入れてほしいなっていう風には思います。やっぱテンション上がんないですよね。まあ決してカメラがですねものすごく悪いっていうわけじゃないんですけど、やっぱり他の上位のスマホと比べるとどうしても見劣りするカメラにはなってますので、カメラの進化をねしてほしいなっていうふうに思います。であとはですねこれも例年なんですけど、 Bluetooth のオーディオコーデックに、AptX アダプティブがないっていうところですね。これによって、まあ、最高品質で使えるイヤホンがですねやっぱり LDAC 系のイヤホンか、まあ、Galaxy Buds とかになっちゃいますので、結構多くのですね、ゼンハイザーとか AptX アダプティブで最高峰の音質が出せるイヤホンに適していないっていうところが、まあちょっとね気になるところではありますという感じです。はい、ということで今日こんな感じですね。Galaxy Z Fold 6ですね、こちらを2週間使ってみてということでお話ししてみました。やっぱりこの折りたたみの魅力っていうところは非常に大きい部分になるので、まあ、普通のね一般的なスマホではできないようなマルチタスクとかもしやすいし、大画面でシングルタスク一つをですね行うっていう時も非常に使いやすいと。折りたたみの魅力はですねもちろんあります。ただその魅力っていうのは Z Fold 5でもね結構共通している部分が正直多いので、6だけの強みで言うと実は言えることは結構少ないのかなっていうふうにも思います。デザインが良くなって折り目が目立たなくなったよっていうところと、まあ、若干 AI の新機能が入っているっていうところと、まあもちろんねチップが最新になったのでパフォーマンスが向上して、省電力性もちょっと良くなったかなとか、そういった部分です。まあ今のところ自分が一番気になってるのは YouTube のアプリが1日の間に結構何回もですねバグるので、まあそれがね早く改善されてくれたらいいなっていうところです。まあ今回こちら購入価格はですねこのサムスンオンラインショップの方で249,800円でね購入しておりますが、まあスマホとしては高いんですけど、折りたたみスマホの、まあ、ハイエンド級のモデルとしては、
やっぱりね結構頑張ってると思います。 Pixel 9 Pro Fold がね先日発表になりまして、まあ自分も予約実はしてるんですけど、 Pixel 9 Pro Fold の方があの Google ストアの方で買っても高いんですよね。26万とかしていますので、まあ、そういったところと考えると、まあ、6世代目っていうところで、まあ、しっかりとね筐体の完成度とかを高めつつも、まあ、価格をこれ以上上昇させないようにねとどまってくれてるっていうところはねすごく感じましたので、その点はねすごくね評価できると思います。 Pixel 9 Pro Fold はもう購入していますので、あの届いたらですねレビューしていくんですが、まあ、やっぱりね Z Fold 6と比べてどうなのっていうところもね比較今年もねやりたいと思いますので、まあ、その辺に関してはですね後日お楽しみにしていただければと思います。使ってみてじっくり比較してみてからですねお話ししたいと思います。はい、ということで今日こんな感じで以上になります。この場合の方は高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。